やっとですね、バスから降りたですね、父親にアムロは再会します。ところがですね、久しぶりの再会、それもお互いに相手が生きているかどうかわかんないような再会なのにですね、父親は、おアムロかっていうですね。当たり前のようにですね。ガンダムはどうだ順調なのかっていうふうに話しかけると。すごい当たり前のように言うと。ですね。これはすごい不思議。で、お父さん今どうなってるのかっていうと、案内してくれたのはですね、 ま、ここにちょっと、あの、く鉄が見えるんですけど、これがね、延々こっちが続いてるんです。で、カメラが、例えばザクの頭とかですね、いろんなクズ鉄、ジャンクがあるのをずっと映して、端っこの方にですね、粗末だ、2階建てのプレハブがあって、その外階段を登って、えー、お父さんはですね、部屋に案内する。これが自分の部屋だと。で、お父さんはここで住み込みで働かせてもらってるんですね。まあ、割と貧しい生活してるんですよ。で、 そこでアムロにですね、えー、これを作った見てみろと。ジオンのモビルスーツを参考にして作った、これを記憶回路に繋げればガンダムの性能は上がるぞっていう,うに言うんですよ。でも、それをアムロは見てですね、ちょっとびっくりするんですね。セリフで、こんな古いものを、父さん酸素欠乏症に語ってっていうふうに語ると。説明これだけなんですよ。 もう本当にね、当時僕びっくりしました。本放送を見たときに、すごい短いセリフで見てる人に分からせようとしてるんですね。これを見ながら、まあお、こんな古いものお父さん。 酸素欠乏症に語ってって言うんですけども、第1話でアムロとお父さんが住むサイドセブンっていうのはジオンのザクの攻撃を受けて、ザクの攻撃でスペースコロニーの壁に穴が開いた。まあ地面に穴が開いたわけですね。で、その結果お父さんは宇宙服を着てたんですけども、宇宙へですね、吐き出されてしまったとで。お父さんが着てる宇宙服っていうのはあくまで非常事態が起こった時にとりあえず着ている、すぐに救助されるための、まあ緊急用の宇宙服なんですね。で、 えー、その後、生死不明になったお父さんと今回再会したんですよ。で、バス停で話しかけた時はしっかりした様子だったんだけど、そもそも、王アムロかという返事もおかしいと。お父さんは実はもう過去ものことも現在のこともよくわかんなくなってるんですね。だから久しぶりに会った息子に驚きもせず、普通に接した。この異常さがやっとアムロにわかってくる。で、今回、明らかに古めかしい機械回路をアムロに見せると。アムロはガンダムの整備をずっとやってたから、 この機械がもう時代遅れだと一目でわかるんですね。で、お父さんがいわゆるボケてる状態だということを察するんです。ボケた理由は非常用の宇宙服のまま宇宙空間に何時間も放置されたんでしょう。だから救い出された時は酸素が少なくなって酸素欠乏症でもう脳のかなりの部分が破壊されてたと。で、えー、と言っても健康にそれ以外に障害はないのでですね、連邦軍としては軍の ガンダムの秘密とかもですね、ろくに覚えてないような頭のおかしいじいさんだと。だからといって、まあ、殺すわけにはいかない。だからといって刑務所に入れたりしてると、もうコストが高くつくというので、おそらく中立のサイドシックスあたりに放り出したと。最初は病院かなんかいわゆる保証を与えてたんだけども、1ヶ月か2ヶ月でその保証は切れて、もう自分で働きなさいというような状態になったんだと思います。で、これね、手塚治虫じゃないかと思うんですよ。 富野さんの考えている。手塚治虫っていう人に対して富野さんはものすごい憧れと期待を持ってアニメ界に入ったわけですよね。で、鉄アトムやったんですよ。で、鉄アトムやってて、鉄アトムは、その、富野さんにとっては、手塚治虫の漫画家としての姿、アイデアマンとしての姿を見せると同時に、アニメ演出家としての無能さ、 限界っていうのを知らされることになってしまったんですね。だから、ジャングル大帝、鉄腕アトムをやってる最中にジャングル大帝やるときに、富野さんをジャングル大帝にすごく参加し,したかったんだけど、そっちに呼んでもらえなかった。それは、一つはその怒りにもなるんですけども、俺の演出力を見抜けないとは何事だと。鉄腕アトムの中でも、この貧弱な予算、貧弱な体制の中で、俺これ頑張ってやってる、この俺の演出力っていうのを、 手塚治虫は分かんないのかというなんか絶望があったんですよね。なので、その憧れていた手塚治虫っていうのはこんなやつだったのかと。少なくともアニメに関して自分が学ぶべきものっていうのはほとんどないんじゃないのかっていう。この絶望が僕はこのシーンの中に入ってるんじゃないかなと,と。とりあえず今回本当にプライベートフィルムに近い状態なので、えー、そういう説をまあ僕は提唱します。